ティーラトン・ブンマタンは、タイ王国、ノンタブリー県出身のプロサッカー選手。J リーグ、横浜 F マリノス所属。登録ポジションはディフェンダー。日本での登録名はティーラトン。ブリーラムユナイテッド FC の主力の一人として、チームの成功に大きく貢献した。特に、フリーキックから、多くの得点やアシストを生み出してきた。AFC チャンピオンズリーグには2012年から、 連続して出場しており、2013年は、準々決勝のエステグラルテヘランとの第一戦を除く、10試合に先発フル出場を果たし、グループリーグ最終節の FC ソウル戦で、決勝トーナメント進出につながる同点ゴールを決めた。また大会ベスト11と7人のサブメンバーからなる、ドリームチームにサブメンバーの一人として選出された。2014年は、 セレッソ大阪とのホーム試合で先制ゴールを決めた。2013シーズンは、タイプレミアリーグの最優秀選手賞に選ばれた。10月の月間最優秀選手賞も受賞した。2015シーズン、AFC チャンピオンズリーグのグループリーグにおいて、ガンバ大阪戦では、アウェー戦で、直接 FK を左足で決め、ホーム戦では CK を左足で直接決めるなど、悪魔の左足と称された。 2018年、日本のビッセル神戸に期限付き遺跡で加入。神戸には、元ドイツ代表のルーカス・ポドルスキ、7月には、元スペイン代表のアンドレス・イニエスタが加入し、最終節には同じく元スペイン代表のダビド・ビジャが、来期から加入するため神戸に観戦に訪れていた。この状況に、自身の Facebook に、なんて、J リーグの一年なんだ。今、 同じ部屋に3人のワールドクラスプレイヤーがいる。この雰囲気は忘れられないものだと綴っている。同シーズン終了後、移籍期間満了により、神戸を退団。2019年、ムアントンへの復帰が決定していたが、1月のタイ代表として参加していたアジアハイ中に、横浜 F マリノスへの期限付き移籍でのオファーが届き、その日のうちに決断するよう伝えられて、移籍を決断した。 開幕直後はレギュラーをつかめなかったが、第12節からレギュラーをつかみ、出場停止で出場できなかった1試合を除き、そこから全試合出場している。8月31日、ガンバ大阪戦で、来日初ゴールを決めると、次の試合の9月14日に行われたサンフレッチ広島戦で2試合連続となるゴールを決めた。12月7日、勝てば、リーグ優勝の決まる、最終節。 FC 東京戦では、先制ゴールを決めて、チームの優勝に貢献。対人初の J リーグ優勝を成し遂げた。シーズン終了後には、J リーグ優秀選手賞に選出され、母国タイの年間最優秀選手賞に選出された。2012年9月12日、ラオスとの親善試合で、PK から代表初得点を決めた。同年12月13日には2012アフ。 鈴木カップのマレーシア戦で通算2得点目を決めた。2012年度のアフ鈴木カップでは左サイドバックのポジションで大会ベストイレブンに選出された。2013年に開催された第27回東南アジア競技大会には U-23 体代表の首相として臨み金メダルを獲得した。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。